さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーム、私が有吉弘行でございます。5月28日日曜日、生放送でございます。アシスタントは。はい、マシンガンズ西堀と。宮下草薙宮下です。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。マシンガンズ西堀さん、ザ・セカンドの方、準優勝、先週ね。はい、どうもありがとうございました。はい。いまして、1週間ですか、約。はい。経ちましたけど、いかがでしょうか。はい。ちょっと仕事もして、はい。充実した1週間でしたね。なるほど。はい。ちょっとメールを。はい、ラジオのリンゴ飯、FM 青森。はい。有吉さん、先週あんなに調子に乗るなときつく警告したのにマシンガンズ、特に滝沢が調子に乗っています。ビジュアルがいいと3日連続でツイッターのトレンド入りしたあたりでホテルに着いたと、顔、新規向けの自撮りをアップしたりして、6日連続でトレンド入りすることに。テレビではないので、ありなのでしょうか。もし SNS でも調子に乗っているのがダメならきつく諭してくださいということですね。まあ、これすごい俺のところも来たりとか、変なツイートが、有吉さん、マシンガンズが調子に乗ってますとか、来るのよ。もう、めっちゃつまんないファンから。言葉理解してない。小学生じゃない。理解してないやつが。はい。お笑い芸人なんだから、テレビに出て、元気にやるのと、はしゃいでるのは違うし、いや、そりゃそうです。落ち着いてやるのと、透かしてんのとは全然違うわけだから。違いますね。そういうことももう分かんないみたいで、はい、どうも、マシンガンズですって言ったら、はしゃいでるっつって。お前らマジでろくなファンいないの？いや、知らないですよ。いや、そんなことねえ。今、ゾッとしてても、立腹してるんですよ、もう。だから、テレビ出てほしくないなと思ってるもん。いや、それは酷な、そういう報告ばっかり来るから。いやいやいや、皆さんやめてください。ほんで、なんか今日変な女のライターがさ、松本人志さんに平場でも、平場が強そうだと、念押しされたマシンガンズだから平場は強いでしょ。何にも見てないだろ、マシンガンズのこと。ラビット全然良くなかった。それ、一番きついですね。準優勝後の初めてのラビット全然良くなかったよ、本当に。ちょっと待ってくれ。こんな、だから何にも見てない、本当に。しょうもないライターとかしょうもないファンばっかりつきやがってよと思ってさ。俺、迷惑だわ、こっちが。違うさ、俺が行けって言ってるわけじゃないんですよ。いや、だから止めれてないからね、だから。そういうファンばっかり。止める嫌だなと。ちょっとそれ嫌ですね。ご迷惑かけてますよ。いや、本当に、被害受けてますから。いや、もう間接的にですけど、どうもすいません。申し訳ない。必要はないとは思うんですけど。自由にやってくださいよ、だから。わかりました。自由にやってください、本当にそれは。ただ、ザ・セカンドの CM 行きますとか、楽屋の様子見てみましょうって言った時に、お疲れちゃんの連発は、それは、違うだろうって言ってるんだけど、その話は先週で終わりにしましょう。これのこういうことをするなよっていう。だから、いわゆる大学生じゃないんだから、テレビ向かってイエイイエイってピースして、画面割ってきて、何にもないのにピースピースピースって、おー、テレビ映ったぜって言ってることがはしゃいでるっていうようなことだからって、元気にやって滑るのはそれは芸人さんなんだから、それはあったりなかったりってことだから、そういうなんか変なファンが俺のところメールよこすようなことやめてください、本当に。そんなことも理解できないような人たちにしか支持されてないんですから。で、変なライターね。変なライターまで。変なライターがこれまた言うぜ。変なライターなんだから。いるんすね。変なライターな。変なライター。変なライターの人やめてください。僕ご存知なんです。Release all that stress with our variety program.さあ、こんばんは。おたまの新宿広島神田怪談地軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京ハンザム JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーム。今月アシスタントこちら。マシンガンズ西堀と宮下草薙宮下です。まあそんなね、変なライターとか変なファンのことはちょっと置いといて。いや、お願いします。西堀さんの発明。うわ、ありがとうございます。靴丸洗い洗濯ネットが予約開始となりまして、西尾さんさっき SNS でねツイートをしてらっしゃい、僕もリツイートとかしました、僕もしましたリツイート、みんなしてました。そしたらおかげさまで結構反響があったみたいで、予約の方完売いたしまして、すごいですよこれ。もう予約できない状態でね、メーカー何してるんだという、数が足りないんじゃない、ロット数もっと作れより売れたという、まあ売れないと思ってた部分も想定が甘いな、想定が甘いだろうってメーカーはね、お前の周りはみんな想定が甘いな、見積もりが甘い、見積もりが甘いよ。なんか俺の周り見積もりが甘いんだよな、なんだ俺のせいでもあんのかな。じゃあセカンド準優勝してこのラジオでもたっぷりやってね、やってるんだから、そりゃ当然発明王の西織さんが作った商品ですから、そりゃロット数いっぱい上げとかないと。にしてはちょっと見積もりが甘い、なんだろうやっぱり信用がないんだろうな。そうそうだろうね、まだね、そりゃそうでしょう。それで答えるように頑張りますよ。そういうことですね。なかなかで、まあまた商品入荷するでしょう。すぐまた生産の方やりますんで。まあ西織さんにどれぐらいのお金がいくのかどうか全然わかりませんけどね、私たちは。あ、そうですよね。ね、その辺はわかりませんけど、ちょっとまあ西織さんの顔を見てればわかるんじゃないですかね。どれぐらいお金が入ってきたのかはね、来年ぐらいあたりね。来年の顔で急に来年で寿司三昧みたいな社長みたいな顔してるかもしれないですからね。だいぶ潤ってねこれ。相当儲かってますね。相当儲かってますね。からの手広げて受け入れたいですね。やっぱりそれは儲かってでしょう。さあということで、有吉弘行さんでネットドリブ、今夜も最後までお付き合いください。Dreamer Live on air Stay Night Dreamer Live on air Sunday Night Dreamer。さあ有吉弘行サンデーナイトドリーマー、改めましてアシスタントさん、はい、マシンガンズ西織と宮下草薙宮下です。そして5月31日水曜日は有吉さんの49歳の誕生日でございます。おめでとうございます。聞いてるのに急に驚いちゃって、早いですよそうなるのが。もうちょい喋ってからなってください。早いです、なるのが。おめでとうございます。おめでとうございます。びっくりした。これ何曲これ。いや、ハッピーバースデーを流してます。はい、ハッピーバースデーの方かと思いきや、あれとこれプレゼント、ちょっと僕もプレゼント、西織から、宮下まで付き合いもないのに悪いな宮下。いや、ありがとうございます。すいません、すごい大きな紙袋2ついただきまして、はい、大きかったです。もう大きな紙袋を2ついただきました。こんなん何ぼあっても困りませんからね。なんでミルクボーイに、ミルクボーイさんね、もう床に置かせていただいて、見ていいですか。見てください、見てください。もうぜひ、恥ずかしいんじゃないですか見られたら。恥ずかしいもの送りませんよ。西織さんはちょっと東急ハンズ、はい、紙袋がすごい、なんか紙袋特有の少し嫌な匂いがしますけど。どこ実況してるんですか。なんでそんな否定する。紙袋の匂いの実況するやついないでしょ。見てください、見てください。ちなみに今日のメッセージは私有吉へのバースデーメッセージということになっております。皆さんね、もうどしどし送ってください。リスナーの皆さんもサプライズじゃないですか、驚いてしまったね。いや予想してたでしょ大体は。何ですかこの、うわっ、はい、これくるくるネックファン、はい、我々歩くじゃないですか。でこれから歩くのに涼しいので首につけて、で扇風機の風が来るってやつ、なるほど、首に貼り付けて、さっき番組からもいただいた製品とほぼ一緒の。だから俺、辻君からさっき説明を受けて「何これ音楽聴くやつ?」って聞いたら「いやこれは首につけると涼しいのが出るやつです」って言われたんですけど、俺嬉しいな、2つあるとね、買いが利く。いや俺辻って思いましたよ。だよ、こんなダブルことで、まあ思いつくところで買いが利くから、これ2個あった方が。で同じ色違いで、これ奥さんと一緒に使ってください。2台。じゃあ私3台。3台も1個あげろって言ってるでしょ奥さんに。同じものが2個。あでこれじゃあ私これ3台。こう、まあ、3台首につけて涼しくなるやつを今日手に入れました。1回1台でいいんです。そんな3台も4台もつけるもんじゃないんで、本来は1台でいい。アクセサリーじゃないですから。まあでもこれはあったら嬉しい。こんな仕事ないね。安心です。首につけて涼しいやつ欲しいなと思ったから3台もらえて、もう本当に嬉しいですね。私は3台も3台もらえてどんだけ涼しくなればいいんでしょうか。思うとこ一緒ですね。一番いいと思いましたよね。歩くし。そうですよね。散歩。ありがとうございます。いや思いがけないサプライズですね。まさか首につけて涼しくなるやつが3台も今日いただけるとは。他のが良かったですか。さあそして見てください。宮下君、もうすっかりね、本当にテレビ番組もいっぱい出て稼いでらっしゃいますから。重い。ちょっとですね、これぜひね有吉に食べてほしい。嬉しい。ちょっとね紙袋は関係ない。関係ないんですか。とこなんですけども、なんか冷たい。でかいですね。でかくて冷たい。じゃあ開けていいですか。なんか食べてほしいということはこれちょっと出す前になんとなく言うんですけど、あ、そう、ちょっとまあ見ますか。じゃあなんかほら銀色の保冷バッグに包まれております。これにちょっと包んで、何でしょうかこの重量感だけで言うとですね、当たりますかこれ。焼き豚ですね。あ、焼き豚の重量感。チャーシュー、スーパーとかで売ってる一番大きい。これちょっとの重さあながち、あら、あながちこれなんだろう、何でしょうか。焼き豚に近いっていろんなものを入れさせていただいてはいるんですけども、何まさか、はい、これ出たボンジョルノのベスビオ。ああ、なるほど。冷凍で群馬でしか食べられない、ボンジョルノのベスビオ冷凍がですね、通販でこれ買えたので、ちょっと僕もね有吉に渡せるものなのか、ちょっと一回僕でも食べました。食べて、でやはり店の味しっかり再現されておりましたので、嬉しい。これぜひちょっと有吉さんに食べていただきたいという。群馬名物ベスビオ、いわゆる辛口のペスカトーラです。ペスカトーラとまたちょっと違うんです。ただのじゃない。食べてから判断してください。ただのと言った自分を後悔します。ただのペスカトーラではございません。ただのじゃないもんな。ただのじゃございません。これ食べてからちょっと後悔することになります。その言葉を。最高。お、いいね、素晴らしい。今まで食べたことなかったですからね。ちょっとぜひトマト、イカ、エビ、アサリ、唐辛子などなど入っております。いわゆるもう辛いペスカトーレで違います。食べてからとにかく食べてからコメント。あ、麺もついてて、はい、ちょっと麺も生ハムも、あ、プロシュートヒュッテ林さんのですね生ハム、まあこれ群馬の名物でありまして、僕が本当今まで食べた中で一番美味しかった生ハムとチョリソー。嬉しい。ギャロップ林さんのギャロップ林ですね。ヒュッテ林、ギャロップ林さん出してないです。ヒュッテ林さん、ヒュッテ林さんのソースチョリソーかな。チョリソーとプロシュート、でもう一つですね、実は豚のジャーキーというありまして、うわっ、これがちょっとですね非常に美味しいんですよ。そのジャーキーなのに臭みとかがないという。豚のジャーキーです。豚のジャーキー、豚のねペニスを燻製した。違います。ペニス、ペニス部分ではないです。ペニスジャーキー、ヒュッテ林のペニスジャーキーです。ヒュッテ林に怒られますよ。俺ヒュッテ林の人ちょっと顔見知りなんですよ。怒られます。嬉しいね。お願いします。素晴らしい。嬉しい。宮下がこれね「ラヴィット!」で紹介したいところだったでしょうけれども、これはもうわざわざ、はい、有吉さんにありがとうございます、ことでぜひ。うわ、これは嬉しいですね。じゃあこれをね首に巻いて帰りたいと思います。冷たいから。首に巻くな。パンより冷えるでしょうけど、パンより冷たいですよ多分。冷凍してあるんで首凝っちゃうんじゃないでしょうか。首冷やしすぎて。おめでとうございます。いや嬉しい、ありがとうございます。すいません。さあそしてですね、有吉さん、これめでたい誕生日ということなんで、なんとあの人からメッセージが届いております。有吉さんありがとうね。ちょっと言わないでください、まだね。あの人からのバースデーメッセージでございます。ウィリアム・ギャラゴー、ウィリアム・ギャラゴー、ノエル・ギャラゴー、どっちだ。王子、それですよ。ギャラガー兄弟で。どうもこんにちは。インドカツタ料理ラニのハリウムです。有吉さん、誕生日おめでとうございます。As always, I I just sent you a message. So whenever you have time, please come to my restaurant. My restaurant. 本当に誕生日おめでとうございます。Very very happy birthday to you. Many many happy return of the day. よろしくお願いします。あとマシンガンさんの打席のなってんのにおめでとうございます。Congratulations. Thank you very much. はい、ありがとうございました。テンション交通情報ですね。交通ないですよ。やったことないでしょ。交通情報、サンドリで有意義な情報得れないですから。誰に落とすんだよな。何をございますこれ録音じゃないのかと思ったらザ・セカンドのこと言ってたらな。ちゃんとこれはまた新規な最近のやつを言ってくれてまして、いつか食べに行きたいです。もうこれ10年以上言ってるんですけど、スタッフ誰もハリウムさんに会ったことないんです。行きましょうよ、ちょっとは。で、電話で1年1回、ハリウムさんにメッセージお願いしますって言ってるだけ。誰もレストラン行ったことない。一言お礼言ってきてくださいよ。誰もインド家庭料理のラニに行ったことはない。一度ぐらい行きます。誰か最初知り合いでさ、行きつけでお願いしたっていういきさつじゃないんだよ。よくわからない。なんでハリオムに話を聞き始めたのか分からない。なんとなく毎年かけてるんですか。鶏が先か卵が。いやそんなにこっちがさ一度ぐらい行きましょうよ。ありがとうございます。すごいです。はい、めでたいです。はい、皆さんにも誕生日あるんですか。それはありますよ。はい、ここにいるんだからそれは絶対ね、覚えないんですけど、何月なんですか一応。そんなふうに言われて今西織が10月4日です。10月4日、年だね。おお、年ですね。年って覚えてる。僕11月16、いい色だね。いい色。はい、上手ですね。いや上手じゃないんだよ。いい色いいですね。初めて言われました。いい色ということ。これ覚えておきましょうね。いい年。何あげようかな。俺がもし二人の誕生日だったら。いやめちゃめちゃ嬉しいですよね。まあ西織にはそうだな。まあ何でも嬉しいです。何でも嬉しい。はい。食パン。食パンだね。いいとこの。まあ嫌じゃないけど。コンビニの。いやありがとうとは言いますけど。醤油と。醤油としか。ちょっと生活感が強すぎてるか。何食パンと醤油って。食パンに醤油かけて焼いてくるの好きなのどうぞ。せいぜいマヨでしょ。初めて聞きました。食パンに醤油なんか聞いたことないぞ俺。マヨでしょじゃあ。試したことある人いいんですか。醤油と七味かけてくるの好きなんだな。皆さん信じないでくださいよ。俺はそんなことしたことない。和の味付けですね。信じてくれ。焼いたパンに醤油かけたことがないよ俺。マヨネーズあるけどそうやない。助かるだろ、いつも食ってるもんが助かるだろ。マジでないよ、みんな信じてくれないよ。俺は焼いたパンに醤油なんかかけたことないよ。宮下そうだな、若いからな、まだな。でも結婚したしな。はい、そうだな。米だな、砂糖の。いやありがたいですけど、砂糖のご飯チンするやつとオリーブオイル。いやそっちもやだな。結婚のこと考えてお前砂糖のご飯にオリーブオイルかけて作ってるらしいな。食わないですよ皆さん。そんなのやったことないよ。その気持ちオリーブオイルは味ないだろう。オリーブオイルご飯やったことないです僕。塩かけて。いや醤油かけて。醤油食パンよりうまそうですね。いつも食ってるもんの方が助かるだろ。食ってないよ俺たち。なんで醤油食パンとオリーブオイルご飯なんですか僕ら。いや食パンに醤油ひでえだろ。本当にこっちよりマシな気する。宮下ちょっと高級だからね。大概だぞオリーブオイルにご飯にオリーブオイルなんて。健康に気使ってるから。塩ちょっとまぶして、まあまあ。いや美味しくないだろ。いや他のもんがいいな。うまいもんな食パン醤油な。食ったことないよ俺は。Stay night dreamer. Live on さあということで今夜の名テーマは一応5月31日が私、有吉の誕生日ということで、はい、バースデーメッセージいただいております、はい、ありがとうございます。なんか嬉しいような恥ずかしいような気分でございますけど、はい、その前にちょっと私この番組ね、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーの大スポンサーのお一人であります、はいはい、若槻千夏お姉様より、はいはいはい、若槻千夏大社長お姉様、はいはいはい、若槻千夏大社長ネキ様ネキなんだね、グッズが新しいグッズが届きました、はい、ありがとうございます。すごいこれはちょっとね、うん、今まではね可愛いちょっとぬいぐるみだったりパジャマだったりとか、はい、可愛い系のおじさんが着るのはちょっと難しいかなっていうのをあえて送ってくださってたんですけれども、はいはい、まあそろそろ気づいてらっしゃったんでしょうね。うちのやっぱりリスナーたちが本当に必要なものを、はい、何かとはい、くまたんボールですねご飯をよそえるいわゆるお茶碗としても使えますね、はいはい、それでいいですね、弁当箱ですね。あこれ嬉しいな、ランチボックス、まあ、ランチなんて食いませんけれどもね、はい、うちリスナーはねとかあとコップですね、マグカップ。あいいですね。あこれね日本酒入れてるんですけどこれ入れないでしょ仕事ね、いやせいぜいうがいですよこれこのコップだもんこの素材この素材は2種類なんか周りはそうだよね、はい、酒入れます、うん、ジュースとかねこのだから、はい、マグカップに氷入れて日本酒入れて休憩中ね昼休憩には入れますこれ昼休憩はこれに日本酒入れてイカの干したやつとなイカの干したやつと日本酒で昼休憩をすごい生活やり過ごすと昼休憩をやり過ごすさすがに安らぎじゃないのマグカップで日本酒飲んだら終わりよもう本当に、うんまあ、暑いからすぐ蒸発しちゃうからな。いやそんなことないんですよアルコールは。若槻千夏大社長本当にありがとうございます。素晴らしいですね。すごいこのラジオでは三谷幸喜さん、うん、ね、若槻千夏さん、あとは、獅童さん中村獅童さんのですね、はい、悪口は絶対に禁止ということになっております、ぜひなるほど、はい、ご理解のほどよろしくお願いいたしますさあメール、はい、ラジオのランセル FM 栃木宮下さん、はい、去年はね草薙さんと酒井さんが有吉さんに花を贈っていたので、はいはい、今回は実用的なのできっと有吉さんも喜んでらっしゃる。あよかった。去年は2人がねアジサイくれたんですよ。僕がアジサイくれって言ったんですよ、はいはい、で結構変わり種の不思議な色の、うん、今まで見たことない紫というか白というか素敵な色のアジサイくれたんですよね、うんね、それもまた素敵なプレゼント花もねちょっと考えたもんね、はい、花も、はい、うん花はいりませんもう、はい、あもういらない危なかったよかった危なかったよかったですね、うん、あとラジオの黒羊 FM 群馬有吉さんお誕生日おめでとうございます。本日ルナシーのライブに行ってきたんですが高島玲子さんからお花が届いていました。あルナシーのライブには毎回お花が来ていますがその花を見るたびに高島玲子さんの結婚式があり五反田のブルースカイを思い出します、ねキングですけどねラジオネーム、高島玲子さんの結婚式の帰りにみんなでピンサロに並んだという、行列のできるピンサロで並んだというね伝説の高島玲子さんに驚かれましたけど、ね、その足でですかねそれは驚かれその足で行ったら、なんでその日じゃないと後日でもいいでしょう。おめかししてるからいや違う脱ぐでしょう脱ぐでしょうもうだからこそそんな感じでいっぱいいただいておりますけどね、はいどうでしょうかね西堀さんは仕事の方は慣れない仕事が多いでしょうけど、はいうん、どんな感じですか。ラビットこそねちょっと緊張が強かったですけれども、はい、でもやっぱりそうですね月曜から結構入ってますね。あ仕事入ってる。いや嬉しいことですね本当に、ねうん、短期バイトみたいなもんですからガーッと結局そうだめちゃめちゃ曲派遣みたいに曲行きますけどじゃあダバンプでサンライズムーン宇宙に行こうさあ、琉球サンデーナイトドリームは東京半蔵門から生放送でお送りしております。今月のアシスタントマシンガンズに勝利と宮下草薙宮下です。さあ、続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。まずはこのニュースから。さらっと一句私の川柳コンクール大賞決定。なるほど。はい、2022年さらっと一句私の川柳コンクールの全国ベスト10が発表されました。働き方の多様性などから今回からネーミングがサラリーマン川柳からさらっと私の川柳コンクールになっています。このタイトルセンスなさすぎる。このタイトルつける人たちに選ばれたくないっていうのは、ね、難しかったのね。いろいろサラリーマンってなんだっていう声が強かったんで、ね、候補あったね。サラリーマン川柳もうなんかやっぱ、ね、馴染んじゃってるというか、ね、うまいですよね。すごいよ、みんな本当にうまいよ。うまいですよね。毎回結局ギャル川柳とかもいろいろあるけど、やっぱこれがやっぱり元祖って感じね。最高。1位はね、また値上げ節約生活もう値上げ、値が上がる。これはうまいです。うまいね。参ったね。これは勝てないでしょ、これにも。本当にうまいです。本当にうまい。値上げをこうねかけてるんですよ。上手だな。上手だよ、本当に上手。ヤクルト1000探し疲れてよく寝れる。これはね、これはウィット。本当よね。本当にこれいいですね。参るよね。グーのね。ああ、うまいわ。これいいですね。3位、店員が手取り足取りセルフレジ。うまいやな。うまいよね。すごすぎるね。素晴らしいです、本当に。どれが1位か2位かもう関係ない、全部1位だね。なんとなく思ってたことを本当にこれはもう全員手つないでゴールテープ切らせたいぐらいね、本当に。4位、下腹に脂肪が集合密ですよ。ちょっと古いですけど。まあまあでもね、やっぱさすがですよ。5位ぐらいまで発表。財布よりスマホ忘れが致命傷。今だけね、もうね。今そうですね、現代の。すごいよね、これ全部すごいね。いや、すごい。よく思いつくよな、こんな。ちょっとじゃあ西織さん。せいじゃないんだよ。はい。じゃあ行きますか。これが平場ですから。はい。どうせ考えてきてますから。お願いします。はい。あ、これテレフォンセックスじゃないんですから。あえいでないっす。川柳の前にあえがないです。顔ファンが興奮してしまいますんで。それ俺じゃないですから。どうぞ。引っ掛けんだな。誕生日。はい。いや、興奮しちゃう。顔ファンが、マシンガンズの顔ファンが興奮しちゃうから困ってるんです。困ってるんですよ。いや、ちょっとトレンド入っちゃうから、マシンガンズ引っ掛けたいんですよ、顔ファンで。しょうもない誕生日。まあいわゆるねずっちみたいなことをやりたいんでしょ。誕生日。いや、すごいですよ。でもこれできたらこんな短時間で。短時間じゃないけど、すでに兆候入ってる。バラエティとかで言ったらもうこれはちょっとお題チェンジお願いします。なるんです。お題チェンジって何なんだろ。やっぱり何でもいいから言わなきゃダメなんですね。宮下聞いてみ。宮下だと思う。バラエティ講者だから。いや、はい、どうぞ。コロナ明け。コロナ明けいいね。人が多くて、出るぞ。人が多くて、今日しょうもないファンが喜ぶぞ。そんな吐息漏らしてたら子供が。ちょっとこれやっぱ難しいです。綺麗です。綺麗です。褒めてくれたのレントゲン。いや、これ6位じゃないですか。6位です。思わずね、私の川柳が爆発して。いや、6位です、あれ。6位ですって何？俺、そんなせ、いい？違いますよ。違いますよ。6位にランクインします、それじゃないんですよ。6位のやつ読み上げたでしょ？綺麗です。褒めてくれたの、レントゲン。めっちゃいいやつ。急にあんなこと言うなんておかしいじゃないですか。これが、やっぱバラエティ校舎ですよね。そこにあるものは何でも武器にして使うと。もう熱血硬派国尾くん方式。なるほど。あるものは何でもこれ落ちてたんだ。そうだな。落ちてると思ってましたよこれ。落ちてたんだやつとは思ってなかったですこれ。これ落ちてるっていうのか。まあまあはい。そうですね。そうですね。よかったんだこれ。これゼルダの伝説みたいなものが今ね発売してる。もう何でも使って自分の発想であらゆることができるという。すごいな。めっちゃすごいです。マジですごいなゼルダ。マジですごい。やった？ちょっと前のしかやってないです僕。あ、前のもすごかったじゃん。そうだワイルド。今のすごいよ。めっちゃすごいですよ。俺ちょっともう震えたもん。買います。買います。もうなんか答えがないですよね。もうその人の工夫でどうとでもなるっていう。なんか川の向こうに宝箱があってその辺棒切れ落ちてる。はい。なそんなの。どうするかとか自分でもう一本の長い棒にして橋作ってもいいし、当然イカダにしてもいいし、それだけじゃない。だからそれはまだ所詮俺らの発想なのよ。もっとなんか違うところがあるんだよな。すごいですすごいですすごい。なんか自由度が全然上がってるんだ。もうタオパイパイにして投げて乗れるんじゃないかとか、もうなんかいろんなこうだからやろうと思えば何でもできる可能性があるっていう。これだからちょっとなんか番組でもちょっとやったんだけど、矢作くんとかいたんだけど、やっぱ矢作くんとか俺とかおじさんはやっぱりああやってやれこうやってやれっていう発想がさ、全部今までのゲームの発想だやってきたねやってきたゲームの経験から。そうじゃない、やっぱりだから新しい子供たちとかがやったらどういう発想、どうやってこの川を乗り越えるんだろうとか、もう楽しすぎて柔軟な発想がありそうで面白いですね。ビビったよ俺。自由すぎて。はあ、そんななってるの。マップの広さも相当広いっすよ。なんか京都市とか京都と一緒ぐらいみたいな。そんなことっすよ。京都とあこうじゃあ歩いて。例えばそんな感じ。それぐらい広いマップが。びっくり。お前もう唖然としてる。唖然としてる。ゼルダに唖然としてますね。すごいよ。すごいっすね。めちゃくちゃ面白いですね。俺なんてずいぶん昔にフォートナイトが出始めの頃に、有吉ってこの後やってる番組でフォートナイトやらなきゃいけないからっつって、対戦相手いないから練習難しいなと思って、チーム組むのスクワッドとか、チーム組むの仲間いないから、ちょっと西織ちょっと頼むよって、スイッチであるから無料でダウンロードだからスイッチ持ってます。で俺ビッグカメラでスイッチ買ってプレゼントしたの。でその代わりこれでフォートナイト一緒にやってくれよって。なるほど。そのためにオンラインつなげて。オンラインちょっとつらい。買ってから。で。やってるやつだ。いやーちょっと忙しいんすよ。忙しいわけないじゃん。で入んなきゃいけないのあれね。1年間のパスみたいなのがあるんだよね。パスみたいなんとかまあ1ヶ月だけとかいろいろはい。あれちょっとあれ高いっすね。結局さスイッチだけパクってさやってくんないんだよね。しょりか。すごすぎない？それはちょっと。結果そうなりました結果的にはひどいだろ詐欺だよ。ひどいっすね今回は。そんなすよゼルダやるわけないじゃん。ゼルダはやります。でもゼルダはやりますってなんだよ。あいやいやいや戦うのはゼルダだって戦います。ゼルダでもほらネットで誰かそうそうそうのがやる。それ嫌だな。そうわかりました。だからすいません。まあそんな感じでございます。まあニュースそんな感じでですね。メールちょっと来ましたね。ラジオネーム背中にはいつも幸せのポップコーン FM 沖縄。西江さん、はい、僕は食パンにガムシロをかけて食べてます。やめろよ。食パン醤油も美味しそうですね。試してみます。ほら仲間が俺もが出てきてるじゃん。集まってます仲間が。俺そう言っただろ。食パン醤油なんてないですよ。若槻社長のくまたんマグカップに日本酒入れて氷入れて飲んでる連中なんだから仲間が増えてきちゃうよ。ラジオネームポムポムジュラコン FM 栃木。西寄さん、はい、食パンに醤油私はやりますよ。軽く焼いた食パンにかき醤油を塗ると美味しいですよ。発明家なら試してもいないのに否定しないでください。確かにごめん、確かにごめん。こういう人たちばっかりだからかき塗るっていう発想なくて、うん、まあ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 塩味がね、うん、あるもんね、確かにね。ラジオネーム堺の成金 FMEA。 有吉さん誕生日おめでとうございます。世界のパン山崎製パンのランチパックにはキッコーマン醤油タレ入りランチパックもあるみたいですね、と。ぜひ西野さん誕生日にプレゼント。またちょっと違うんだよな、ランチパックとはな。素のやつがいいんだよな。こだわりがやっぱなんてなんですか。やって後かけと先かけで楽しむんだよな。バターもねありますもんね、後からか先にかける。食べたことないっちゅうの。町の、あ、ちょうどいいですね。町の賢者行きましょう。あなたワンカッパーダンボーラーが町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。西尾さん来てるってちょうどいいでしょ、町の賢者ね。なんでですか。ラジオネーム三平。 YouTube でマッチングアプリの参考資料を漁っていたところ、マッチングアプリで急増している偽医者を見分ける方法という現役医師がアップした動画があり、偽医者を見分けるための質問と、本物の医者なら必ずこう答えるという正解が紹介されていました。善良な女性たちが偽医者に騙されないためにも共有をさせてください。医師免許は財布に入れていますか？正解。医師免許は表彰状サイズだから財布に入らないよ。卒論のテーマは何でしたか？正解。医学部に卒業論文はないよ。何かの免許を持っていますか？正解。医師免許に何かの免許とかはないよ。親愛なる女性の皆さん、これで安心ですね。皆さんを偽医者の魔の手から救った私から有益な情報をもう一つ。おしゃれな IT 社長のふりをしているクソみたいなラジオリスナーを見破る質問と、奴らが答えがちな回答を教えます。お財布は何を使っていますか？ルイス・ヴィトンです。そのお財布って大人気のマジックテープのやつですか？ですね。ルイス・ヴィトンのマジックテープの黒です。ヘルメスのバッグとかもお持ちですか？はい、もちろんヘルメスも持ってますよ。分厚い布の黒です。すごいおしゃれ。じゃあ襟と袖だけがチェック柄になってるポロシャツとか着てたりします？当然収録で着てます。今期のスタメンですね。最後にこれだけ聞かせてください。普段どんなラジオを聞いていますか？有吉弘樹のサンデーナイトスリープ。いい加減にしろよ。いい加減にしてくれよ。めちゃめちゃセレブも聞いてるから失礼なこと言わないでくれよ。何ですか。ラジオネーム論より証拠の大ライス。ビーズ稲葉講師がヤフーニュースレッドチェアに登場。ビーズのシンガーという肩書きを外した時、稲葉講師とは何者なのだろうかという問いに対し、普通に人を羨ましがったり喜んだり喜怒哀楽があって、歌でもそうですけども、自分に持ってないものを持っている人に対してやっぱり大なり小なり嫉妬というのはいつもあるなって思います。そしてビーズについては、ビーズで歌っている自分というのは何か強力な鎧をまとって歌っているなんとかマンみたいなイメージがありますね、と答えました、うん、いやーわかるな。俺もラジオネームという名の鎧を外したら、まあ普通の人間よ。残高不足で改札に引っかかるやつを見てブチギレたり、俺よりいいもん食ってる犬に嫉妬したり、マッチングアプリで出会った人に突然 LINE ブロックされたり、いい感じの人かと思ったら、あなたは風のエレメントで私は水のエレメントなの。だから、水のように包み込んであげるって言われたりする、まあ普通の人間よ。今度カラオケ行って一緒にウルトラソウル歌おう。全然違うと思いますけどね。ラジオネームパンチドランカー斉藤 FM 仙台。最近ネット上で話題になっている結婚式のご祝儀3万円は高すぎるという意見について、実業家の青汁王子こと三崎優太さんがこの話題について言及。ツイッターで、結婚式のご祝儀3万円高すぎとネットで言われているようだけど、3万すら惜しむような関係性なら最初から欠席をすればいい。出席しておいてぐちぐち文句言われるって悲しいね。人の幸せにケチつけるなよと持論を展開。この投稿には、たった3万円も払えないような人間関係ならば切り捨てるべきだし、切り捨てられた側も本望ではと思っちゃいました。皆さん状況がありますから、出席したいけど3万円は高いと思う人もいると思います。自分が結婚式をやる側になって初めて3万円が妥当だと感じました、などなど様々なコメントが寄せられていました。はあ、全員うるさいうるさい。寝言は寝てから言え。青汁はな、お前にとっても青汁はさ、お前にとって3万は実質50円ぐらいだろ。俺にとっての3万は実質100万なんだよ。いっぱいごちゃごちゃありますけど、俺目線で見た場合、祝儀の相場が100万で、青汁が誰かの結婚式に呼ばれた場合、金持ちの前気前よく今の相場の30倍は払っておかなきゃおかしい計算になるな。つまり結婚式のご祝儀が青汁にとって3000万ってことだろ。お前は何の疑問も持たず気前よく人の結婚式で3000万祝儀渡すか？惜しいとか惜しくないの話じゃないんだよ。高いか高くないかの話なんだよ。値段に踊らされるな、おじる。まず根本に疑問を持て。祝儀の価格選定はそもそも本当に3万が妥当か？俺はな、5000でいいんじゃないかと思ってる。行くな、もう。微妙な時間です。ちょっと待ってくださいよ。あ、まあそんなもんでしょうか。すいません。以上です。さあ、有吉弘行サンデーナイトドラマ1時間経過というところでございます。ラジオネーム野生の豚骨ラーメン。有吉さん、ハリオムさんですが、この番組の初期にあった世界のスッキリという日本在住の海外出身の人たちに電話で母国でのストレス発散を聞くというコーナーで、ハリオムさんはこの番組第1回目の放送に電話出演しています。知らねえよ。自分のラジオです。見てもらってるんですから。知らねえよってことはね、いや違う。忘れてたならいいけど、知らねえよって言われたらねえ、ハリオムさんも毎年お祝いしてんのに。ラジオネームシグ栃木。有吉さん、お誕生日おめでとうございます。毎日殺した蛇の生き血を飲んでいる有吉さんには、もはや年齢などという概念などを超越した存在であると考えます。どの蛇の血がおすすめですか？知りません。知らないな、この人。さっきから知らないな。突き放すよ。突き放して関係ですよね。磁石みたいな感じね。いい距離を保っていたい。出待ちは絶対にしないでください。くれぐれもお願いします。ラジオのカッペン FM 滋賀。宮下さん、はい、今年の大食いバトルで中2の時、はい、松茸ご飯を6杯食べられると言っていましたが、はい、海鮮ベスビオなら何杯食べられますか？うわ、どれぐらい何杯って言ってるところでな、もうどんなもんだと思ってんだろうな、海鮮ベスビオが。あのどんぶりこれで店のベスビオ 300g あるんですよ。あるね。結構ある。結構で、汁もたっぷり、飲み干してってことですよね。1杯食べるっていうのがね。2600ってこと？2ならまあ600ね。はい。まあ、頑張って食べてください。全然誰も乗ってこないという。僕にも磁石みたいな関係。あ、俺ならねとかね。あ、俺だったらな。それをなんか期待してたんですよ僕今。じゃあ頑張って食べてください。じゃあって磁石だな。近寄れないな。だって何杯って言ってさ。まあね、丼に入ってると思ってんじゃない。ベスビオが火山を想像してんのかな。こんなのなんかこう火山みたいな平たいお皿ですよね。なんとなく平たいやつ、まあスープボリューミーだね。結構ボリュームはあるんです。食べたことない人ね、ぜひそのペスカトーレにね七味でもかけてみてください。その味になります。絶対違います。全然違います。早く食べてくれ。頼むから頼むから早く食べてくれ。この時間の前から聞ける方引き続きどうぞよろしくお願いいたします。お相手有吉弘行とマシンガンズ西堀と宮下草薙宮下でした。さあ2023年5月28日日曜日、時刻は夜9時になりました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントマシンガンズ西堀と宮下草薙宮下です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りをしておりますサンデーナイトドリーマーでございますけれども、今日メールテーマは5月31日が私の誕生日、有吉の誕生日ということで、バースデーメッセージをお待ちしております。ありがとうございます。ただちょっとお二人がね、8時台ですかね、私誕生日だということなんですけども、全然聞いてくれなくないですか。今年の抱負はとか、なんか目標ありますかとか。ああ、ありますね。どうですか、おいくつになられるんですかとか。まあぜひ聞きたいですけど、もう遅いよ。もう遅いでしょ。もうここまで言わしてんだから。そうですね。どこまでから言っちゃったら確かに。どこまで言わせるつもり。申し訳ないです。すみません。恥かかせ。すみません。恥かかせ。これはもう本当にアシスタントと失格ですもんね。もうだからもうへそ曲げましたんで。もう絶対にね、今年のね、抱負も目標も言いませんし、もう年齢も公表しません。いやもう無理です。今からはちょっと今からじゃもう無理です。書きづらいっていうか、もうやめてください。すいません、なんかもう年齢を言った人はね、セクハラで訴えます。怖いな。セクハラの方になるんですね。なんでセクシャルなのかな。テレビでも私の年齢出したもう番組は訴えます。怖い。厄介な扱いづらいですね。扱いづらいな。扱いづらいですよ。好きなスーパーマーケット1位はLINE リサーチが好きなスーパーマーケットランキング発表だそうです。なるほど。全国の総合ですからね。1位はイオン、マックスバリュー、丸高。2位業務スーパー、3位オーケー、4位ライフ、5位西友、サニーといろいろ続いています。まあはっきり言ってこれ多分さ、近所にあるやつを言うだけですね。だからまあ多いとこが有利ですよね。だからその勢力が強い。近いとこ有利よ。だって自分が生活しててさ、行ったことのない憧れのやつ言わないもんな。やっぱり行ってるとこ言う。憧れのゴールデンスーパー成立してないですね。一回だけ行ったことあるんだよゴールデンスーパーって言わない。ゴールデンって、いやイオンでしょ。近所のイオンですよ。そうでしょ。そうなりますよ絶対。絶対そうだよな。こんなのだっていつも言ってんだから、それ以外選択肢ないでしょ。だってイオンとかさ、大型のこう団地的な住宅密集地にボンと置いてあるからさ、それは強いと思う。もう強いですよ。いやいやそう。それようになりますよね。最近業務スーパーもでも多いね。こう実感するね。昔はさ、業務スーパーロケとかで見かけたらさ、業務スーパー業務スーパーロケバスで業務スーパー業務スーパー、珍しくてね、楽しいですよね。コージーさん業務スーパー業務スーパー、誰とロケしてた。コージーさん、コージーさんなんでコージーさんの時だけど、それぐらいしか盛り上がんないですか。コージーさんとの盛り上がるわ。モノマネいくらでもしてくれるんだけど。いや多い、確かにね、はい、今はもう普通に結構あったりしますけどね。うん、スーパーは行く、まあ何のスーパーとはね、めっちゃ行きます。スターの皆さんですから、どこのスーパー行くかちょっとね内緒にしておいてもらいますけども、ありがとうございます。お気遣い、いやお気遣いで全然答えますよ。いや全然めっちゃ行きます。あ、そう、お使いで自分のもの買いにお使い、ほぼ奥さんと家族、あ、奥さんと、はい、奥さんと買いに、大体値段そうですね、分かってますね、大体分かる、野菜とか、そうですね。宮下は？僕もはい、もう行きます。あ、そう。もう言っちゃうと普通に、まあ大関とか、はい、よく行きます。なるほどね。大関もいいよね。いいです。大関お肉美味しいですね。やっぱはい。そう。大関も今人気あるもんね。はい。これ。あ、でも言われたら俺ライフ好きですね。ライフね。ライフもいいよね。いつも行かないけど。ライフめっちゃよくない品揃え。いいです。あそこの行ったことある。あ、ごめんなさいね。ちょっと東京以外の方。あ、ごめんなさい。東京以外の方って言ってるけど、このラジオって東京でネットしてないから。矛盾が。すいませんね、東京以外の方って言うんだけど、それ全員だから。東京でネットしてないんだから。なんで東京でネットしてないんだよって。そこにつきますよ。これは秘密なの。東京の人に絶対聞かれたくないっていうので始まったんです。ですけども、今やラジコまであるんです。確かにオーディも、オーディとしても良さそう。オーディって何ですか？オーディアプリありますね。オーディね、オーディとかありますから、あれですけど、恵比寿のガーデンプレイスっていう、わかりますか？東京以外の人も分かると思うんですけど、恵比寿ビールのね工場、その恵比寿ビールの工場から恵比寿がっていう地名来てますけど、そこにある、昔三越があったんですよ、そこに。デパートの三越、なんか、で三越がなくなって、そこにスーパーライフできた。めっちゃいい。めっちゃいい。行ったことある？ないです。いや、ないですね。びっくりする。綺麗で大きいんですか？めっちゃでかい。でライフとライフの隣に高級スーパーの明治屋もついて、二段構え。すごい、すごい。明治屋なんてあなたすごいわよ。憧れのスーパー。ぜひちょっと見て。俺感動してね、もう感動しすぎてね、トイレ行きたくなってトイレ探して冷や汗かきましたよ。お腹壊したら感動ですか？体冷えたんじゃない？なんで感動するとお腹冷えるの？しすぎて神経過敏、過敏性の過敏性なんで、めっちゃそれでもなるんですね。それでもなるんだ。ぜひ会えて。ライブ楽しいで分かる。何買うんですか？何が一番買いたいんですか？スーパー行った時。スーパー行った時、でも俺暇だからマジでチェックしますね。奥さんに頭下げてでも買いたいものって何ですか？カレー。カレー。特に家のカレーじゃなくて、俺グリーンカレーとか好きなんですよ。ちょっとエスニック風なレトルト系の。あれレトルトだとパッて入れてちょっと野菜入れてもうすぐカレーになるじゃないですか。あれと一緒にシンガポールライス作るのが好きです。ジャスミンライス買っといて、俺胸の方が好きなんだけど、あれで急に下ネタやめてよ。いや違う、おっぱいじゃないwww.jfn.je/dreamer Stay night dreamer。 いやちょっと話長すぎませんか？ちょっと思わず辻君がもう CM 行っちゃったよ。しょうもない下ネタのところで。違う、胸肉ですよ。おっぱいの話なんかしてないぞ俺。そしたら長すぎるから辻君が怒って、そこで俺がなんとか落ち着けて、ギリギリ俺らの好プレーでね、申し訳ない時間かなりオーバーしてたんだけど、しょうもないレトルトのカレーの話。お前何見るんだって聞くからすいません。はい、カレーを錦屋だっけ、なんだっけ、あるじゃん今すごい田中とかが好きなカレー。ああ、なんかわかる。あ、無印のやつもうまいんだけど、それと春ぐらいの今人気のやつなんだよな。いろんな種類の錦。出ないな俺。出ない。俺も西野も同い年だから全く出ない。出ないとなったら徹底的に出ないよ。寂しい。同期してるんですね。一回出ないとこう脳が同期してるんですよ。どっちもダメだ。どっちのにないですか。どっちのイヤホンもダメっていう。同期してんだけど、同期完了しましたって言ってんだけど、音は聞こえないっていう。申し訳ない。宮下ね、それは。宮下どう、なんか、スーパー行ったら、木さんにも頭下げてでも買いたいものとかないの？好きなもんだ。頭下げてでも買いたい。ドーン！人もある！カゴに、カゴまで。やめよう、今日はもうやめよう、そんなのはって言われても、いや、どうしてもちょっと、カゴに入れさせてくれっていうのないの？あ、でもやっぱ僕アイス結構好き。アイス好きなの？でもちょっと健康を考えるとあんま食べるなみたいな感じになるんですけど、ちょっとやっぱピノとかは入れちゃう、なんか常備しておきたいので、なんかふと食いたくなって冷凍庫にあると心配なので、そうなんですよ。もうあれなかったかもしれないから買っとこうかな、いやあるあるよみたいな、いやないかもないかもみたいな。ピノはやっぱないとなんか不安です。アイスか、アイスね。ちょっとアイス1個欲しいですね。あ、そうないな、俺ないですね。しばらくってない。俺はもうとにかくね、白身のね、お刺身。あ、白身の。白身魚の。あ、でも好きですもんね、確かに。カワハギとかね。あ、鯛とか、ほら、なんか何でもいいんだけど、白身だったら。はいはい。とにかく白身の魚があったら頭下げて、カゴに入れるね。今日はでも、しゃぶしゃぶやるんじゃないの？それでもちょっと白身の刺身だけちょっと。あ、しゃぶしゃぶの時もいいです。刺身がいいんだって。白身を見るともうどうしてもカゴに入れたくなるっていう。抑えられない自分好きなんです。ちょうど白身を抑えられない。白身の刺身をポン酢で食べたい。ヒラメ。ヒラメなんて美味しそうなヒラメがあった日にはもう今日焼肉だよって言っても、ヒラメの刺身。今日カレーですけどって言って。なんでそんな我慢できないの？子供じゃないんだから。刺身食う人。いやな、カレーとか肉はきついよな。確かにな。ラジオネームカッペン。言われるな。FMC が。西堀さん。はい。パンに、食パンに、白だしをかけてもなかなか美味しいです。聞いたことないよ、そんなの。もう、よだれ出てないよ。聞いたことないもん。興奮しちゃった。してないしてない。してないですしてないです。ラジオネーム DJ チャーハン。F 仙台。あれさんお誕生日おめでとうございます。ところで、いや俺のお誕生日メールほとんど来ないじゃん。食パンの提案ばっかりで。テーマ食パンじゃないよ。ですよ。西織さん。はい。ところで西織さん。はい。私も食パンにガムシロかけて食べた。私もだった。あとおすすめなのは食パンに麦茶をドバッとかけて食べるのおすすめです。お茶漬けじゃないんだから。冷やし茶漬けじゃない。麦茶かけんの？麦茶かけて。量を増やしてべちょべちょにするってことですよね。だからもう頬をご飯に戻す、ご飯見たりして麦飯みたいな感覚でサラサラっていくんじゃない？そんな、これガムシロはないんですけど、グラニュー糖はあるんですよ。やってたの子供の頃。昔はそのバターたっぷりにグラニュー糖かけてありましたよね。あった昔はあった。うん。でもなんかみんな思ったより試してるな。だからそう好きなの。グラニュー糖ね、確かに。いや好きではないんですけど、白だし。こういうのだからね、まあこういうのを否定するとめっちゃ苦情くるから。こういう人しか聞いてないから。偏ってるな。だからこういうのはおいいねいいねって、お食パンに麦茶かけて食べるな、美味しそうだな。夏美味しいかもなって同意してあげないと。それっていないだ。おい怖いよ。有吉人が変わっちまったな。西割お前チャンプ準優勝した途端それかよってなる。絶対バカにしようがいいよ。美味しいね。そうだね。美味しいねって言ってあげない。食パンに麦茶いいよね。ぐちゃぐちゃにしてさ、いいね。これ覚えておいた方がいい。わかりました。ウォッチングマッチング DNA 場となっておりますマッチングアプリリアルな体験談、トレンド、活用法、マッチングアプリに関することを報告してもらっております。いつの間にか結構長くやっております、このコーナーも。ラジオネーム三平。マッチングしなさすぎてやけくそになった俺は、エッチなお姉さんとして新たなアプリに登録し、モテない年下男子をからかってうさばらしすることにした。バスト9万、ウエスト40、ヒップ9万、モテない坊やたちのジメジメしたおちんちんが大好きな激くびれお姉さんです。こんな私に興味があるエッチ男子は面白い一言を添えてメッセージちょうだいね。スケスケネグリジェで待ってるぞ。米次さんからのメッセージ。小生シルバー人材センターを3つ掛け持ちしている働き者です。小生エッチなあなたと巣鴨の宿屋などで密会したく存じます。ご所望の面白い一言ですが、2種類も思いついてしまったため両方を送ります。1つ目、わしのインスリンにはなってくはくれまいか。わしのインスリンになってはくれまいか。2つ目、ワンピースが好きってお前女装癖あるのかよ。あ、ワンピースって漫画の方のワンピースかよ。まあ後者の方が若者向きでしょうか。俺マッチングアプリやめます。恐ろしい世界。怖い怖い世界。ラジオネーム内閣低めゴリラ。 FM 栃木。 SM マッチングアプリというものに登録してみた俺。すると早速池田エライザ様が「気合が入ってます野郎募集、自分がどれだけの痛みに耐えられるか明日渋谷駅前で示してみろ」と募集しているのを発見。当日俺は乳首に洗濯バサミを挟むパフォーマンスを見てもらおうと両手に洗濯バサミを持って渋谷駅へ向かった。するとそこにはすでに人だかりができており、その中心には陰謀をガスバーナーで炙る高橋一生の姿があった。勝利を確信する高橋一生だったが、その時上空から「そのぐらいでマザを名乗るとは片腹痛いわ!」という声がした。空を見上げるとそこには亀甲縛りのユースケ・サンタマリアがヘリコプターで吊るされていた。会場が「これはユースケで決まりか?」という雰囲気になる中、一人の男が会場に遅れてやってきた。ふう、どうやら間に合ったかな。そう、キングコブラに金玉を噛まれている中井貴一だ。あまりのレベルの高さに焦った俺は洗濯バサミを乳首ではなくポコチンに挟んでみるが、あい痛い痛い痛い、やっぱ無理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 とすぐ外して照れ笑いした。したいってなんだよ。願望が参加するの。ラジオネームカンパチ太郎。 FM 岡山。俳句の夏井いつき先生とマッチングしたかった俺。とりあえず夏井先生の好きそうな俳句をプロフィール欄に書いてみることにした。肛門に小さなつぼみなりにけり。するとすぐさま夏井先生からコメントが「はい、情景は浮かびますが表現がもったいないです。私なら小さなつぼみ夏になり花開くと表現しますね。こうすれば夏になったらイボ痔が爆発することが表現できますよね。よってあなた、はい、才能なし」。まさかのコメントに驚いた俺は「添削ありがとうございます。夏井先生とゴミ処理場を眺めながら一緒に俳句を読みたいんですがマッチングしてくださいませんか」とコメントする。すると夏井先生から「はい、才能がない貧乏人と俳句を読んでも楽しくありません。才能ありになったら一緒に俳句を読みましょう」と激励コメントが来た。俺はその日から毎日プロフィール欄に俳句を書き、夏井先生から添削されるという、まるで交換日記をしているかのような日々を送り、俳句を生きがいにしている梅沢富美男の気持ちが分かり始めた頃、渾身の俳句が出来上がった。ふぐりを焼く夏の日差しに恋焦がれ。この俳句に夏井先生は金玉が真っ黒で陰金玉子である状況がよくわかりますね。さらに金玉が真っ黒なことを日焼けに例えているところが大変評価できます。よって才能ありですとコメントしてきた。やっとのことで才能ありを手にした俺は約束通り待ち合わせ場所のゴミ処理場で夏井先生とマッチングし、ゴミ処理場にいるドブネズミを見ながら俳句を読み合いたい。そして夏井先生の読んだ「お前の兄弟ゴミをあさる害獣なり」という俳句心に刻みた。なんだよ。以上です。東京半蔵門な JF のスタジオから生放送なんですけども、はい、あれちょっと思い出したんだけどさ、はい、月曜日にさ、はい、肥後さんの還暦のお祝いしたんだよ。はい、結構なみんな集まってな、はい、夜結構遅くまで盛り上がって、はい、久々にお酒飲んだりとかして、いやこういうことはもう言いたくないんだよな、そうもう名前も出したくないんだけどさ、わかりますね。このラジオのリスナーなら知ってる人何人かいるかと思うんだけど、新宿カウボーイの金清、はいはいはいね、金清さんちょっともう一生飲まないかも。いやこれがね、なんかオートプレイやめて結構経つから、はい、まあ久々にねこういう感じであったんですけど、もう化け物になってるんですよね。化け物だね。変になっちゃって、多分太田プ行った時みたいに変なことしたら「なんだお前それ」とかあったじゃない今まで、ストッパーが。で浅草行ってストッパーがないじゃないですか。ただ面白くないことをいっぱい言う化け物なんですよ本当に。じゃあ多分本当に肥後さんの還暦のお祝いなのに一人だけ空気悪くなることをずっと言ったりとか、態度あれそうかですよね。なんだっけ服、あ肥後さんの還暦のお祝いだからさ、肥後さんがちゃんちゃんこ的な赤いもの着て赤い帽子かぶるのが決まりじゃん、ちゃんちゃんこのお祝い、還暦のお祝いって赤いちゃんちゃんこ、金木は赤いトレーナー着てるわ。これがね、いやまあね、イメージカラーではあるんですよね。主役が2人いるみたいな。どっちのなんで金木を酔わなきゃいけねえんだよ。どっちのですかってなりますもんね。でも畑から見て、で2人ともですかってなりますもんね。言うじゃん有吉さんが「お前やめろそれ」っつって「還暦だぞ」っつって「でも」って始まるの。またずっとそのくだりをやるの。変だでもなんかね、要はさ、いや申し訳ない申し訳ない、ついついだったらもう終わりじゃないですか話、ずっと。いやでもね、これがねまたいいんですよ。この分かんないの変なはいはい、変ですね。確かにその返答でみんな最後の方なんかな、俺よく覚えてないけど、なんかみんなちょっとキレてたら、土田さんも最後みんな睨んでましたよ金城のことを。あれさ結構寄ってたから、それでも構ってんのお前面白くねえなとかっつっておーとかやってんだけど、もうしらーっとしてみんなもう睨んでた。土田さんとか肥後さんとか山崎さんとか安田さんも、俺と金清の絡みを絡んでるとみんな金木を睨んでる。地獄よ。地獄だった。ひどい。あれは優しいっすね有吉さん。俺はね。とじゃあ酔ってるってのあったよ。俺はまだ。いやそうですね。優しかったね。あれは大変だったな。だからもうこのラジオにもまあ当然金木は来ないんだけど、まあ石澤ももう呼ばないっていう。かわいそう。石澤さんかわいそうだな。そうなると太田プロにね後ろ足ですねかけて逃げといてね、今さら後ろですねかけて。ラジオのカンパチ太郎 FM 岡山。有吉さん、業務用スーパーですが無料のキャンディーこと牛脂がタダでもらえるので通っています。牛脂がとても美味しいです。お肉買ったら牛脂大体でもどこでももらえるけど、でこれは何なの、普通に行ってもらえるもらえないでしょ。自由にお取りください。お肉買った人はご自由にってやつだろ。あとはモラルに任せてるでしょ。来店ポイントみたいにもらえるわけじゃない。来店した方は牛脂持って帰っていいですよ。そんなないでしょ。はい、違うと思いますそれは。ラジオネーム通勤大学生。ゼルダの伝説を作っている任天堂が京都市にあるため、社員の土地勘のある京都市を参考にしている。だから京都市と同じぐらいの大きさってそういうことなんですね。なるほど。面白い。ストーンと落ちるね。なんかもうすごいマップの端から端行くまでもうそんなもうかかるから相当。前回のも広かったけどね。広かったですね。それでもすごいよ。心の位置とかももしかしたら一緒なんですかね。かもしれないね。ちょっとヒント的にはあるかもね。そういうことが面白いね。曲いきましょうか。はい、チリビーンズで You and Me。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。さあ東京ハンズの JFN スタジオから有吉弘行とマシンガンズ西堀と宮下草薙宮下がお送りしています。はいメールもいろいろ来ておりますけどね。まあちょっと金清のね話はもうやめましょう。はいやめましょうね。はい。ちょっとあんまりいい。今 CM 中も言ったんだけどなんかねこのラジオで言ってねこうなんていうかな笑いになるような感じじゃないんだよね。これはねまあねそうですね。俺もうまくできないなんか。それでも俺はなんかね楽しくて最後全部回終わった時ねお金清と西織とちょっともう一軒行こうかっつってね。はいはい。行こうとしたんだけどちょっと店閉まってて俺知ってる店とか結構閉まっててそしたら西織が「もういいですよじゃあ有吉さん帰って」って言うから「悪いね」っつって帰らせてもらったで2人西織と金城になってたからさ俺2人で大喧嘩してんじゃないかなと思ってたんだよ。殴り合いね。昔も揉めてるから金城とはみんな大体揉めてるからこのラジオでも金城とは揉めてるからお前も喋るなって言葉狩りしたことある。あったあった言葉狩り。あいつに何個かのワードだけやって紙に書いて渡してお前それ以外喋るなよラジオ2時間ってやったことあるからみんな揉めてるから金城と。でもああいう足かせが効いてたんですよ。うんこう誰か注意したりとかな。そうもう野に放たれた野獣だよ。野獣で刺激しないように一緒にタクシー乗ってで3000だけあげてこれで新宿でなんか漫画喫茶でももう帰れないっていうのはだって家まで終電ないからもう帰れませんって言い始めてなモンスターが家に入ってくる勢いだったからなんとかそれしていや嫁もいるしさだから西寄りにも預けてさあそうなったんだなと思って確かに家入ってきたら嫌ですね。怖いですねモンスター。はいでかいしな。家に面白くない人がいるって嫌ですよやっぱ。モンスターだよ。酔ってるしな。酔ってて面白くない。酔ってて面白くない人来るって嫌だ。いやもう地獄ですよ。入ってくるぞズカズカ。愛してるならまだしも。そうだな。奥さんとかねなんか弟とかが酔ってそれならいい。そうだな。金今日はな。ラジオネームはとこは12中 FM 三重。有吉さんお誕生日おめでとうございます。久々。いやおめでとうございます。私はスーパーでボラの白子を見かけたら親に頭を下げて買ってもらいます日本酒につけて臭みを抜いて煮つけにしたりそう煮つけ白子ポン酢にしたわかる最高に美味しいですわかるあれカラスミもそうなんじゃないっけ、はい、ボラのあれじゃないっけそうだよねあれボラですかいや俺卵見つけたら買う。あそう醤油と酒と生姜で煮て。お前さっきなんで言わなかったんだよ。カレーいやカレーってねボラの白子僕買う。あそうなんだ。俺一回お前と一回行ったことあるさお寿司屋さんでさ大将がさすごいなんかいい人っちゃいい人なんだけどさいろんなもの出してくれてさなんかそれこそさボラの白子さ「これお前有吉君ボラの白子だよ」ってさなんかフランスパンぐらいのさお前とじゃなかった吉川かな「ボラの白子だよ」っつってさもうフランスパンみたいな白子出してさこれ。食えって俺なんかいや臭そうやな臭いの嫌がりますもん俺なんかボラってたらさ立会川のボラちゃんっていうのを思い出しちゃってさ立会川ってあんま綺麗な川じゃないそこにいっぱいボラが大量発生した時のボラが思い出しちゃうからさ俺ボラの白子って思っちゃうことあってさ食ったんすかじゃあねちょっと一口食って「ああまあまあ美味しいっすね」って言ったけどもうそれ以来行かなくなった。もしまたあれ出されたら怖えなと思って、有吉君この前美味しいって言ってたもんなっつって出されたら嫌だなと思って、怖いですね。もうその店行かなくなって気遣ってね、向こうの人が。でもこのハトコは12中はボラの白子見かけたら親に頭出される。分かるんだ。白子とか卵とかあるじゃないですか、タラの卵みたいなやつとか。まあ一応煮つけ、煮つけうまい。北海道の人だからな、食べ慣れてるのか、うん、食べ慣れてるからかもしれない。ラジオネーム A のたこ焼きマントマン。有吉さん、スーパーに白身があったら買っちゃうの分かります。私は今日ヒラメを昆布締めにしたやつを4リットルの謎の焼酎の4リットル謎焼酎のストレートの当てにしてサンドル聞いてます。白身魚最高。いやそういいけどさ、そんな4リットル謎焼酎に昆布締めの繊細な味消えるだろ。ストレートで消えちゃうよ。優しい日本酒とかでやるもんじゃないの。もうちょっと柔らかいお酒で。そういう感じなんですね。昆布締めって繊細だから。ヒラメの昆布締め4リットル謎焼酎のストレートだって。しかももったいないよ。うまいんだよな。でもあれな、ちょっと笑うな。みんなスーパーで何買ってるの。欲しがるもんがみんな違いますね。ちょっとこれまたあれかもな、そろそろマッチングアプリかなんか有吉ランドかやめて、ちょっとスーパー系のやつやろうかな。スーパー系身近だから、身近だからいいな。いいですね。買っちゃう。わかる。僕あとらっきょ系、島らっきょの皮次々出してくる。すいません、すごいバラエティーでそんなチャンスないんだよお前。もう話のテーマ変わってんのに。いやそれはらっきょの、いやもうテーマをカレーでしょ。もうカレーですから。もうなるからその時いっぱい思い出さなきゃ。頭フル回転してらっきょだな、もう卵だなとか、レトルトのカレーって言ったんだから、もうアウトだよ。そう後でいっぱい思い出しちゃってもめっちゃ怒るから後でいいの思い出したって家帰った頃思い出すんだから。いやですね、そういうもんはホントそうっすね。これホントカレーそうですね。カレーって言っちゃいましたね。らっきょね、らっきょ好きなの。らっきょですよ、ついて買っちゃいますね。らっきょ、らっきょなんて、あそう俺らっきょなんて自分でつけてるよ。それ好きですよね。梅干しも、梅干しももうここ78年買ったことないね。らっきょももう4、5年。いやもうコロナ禍でもうつけまくってるから。いやちょっと、いやマジですよ。かいやすごいな。ハラペーニョつけてるからね。ハラペーニョをお酢につけて、辛いちょっとタバスコソースみたいな感じ。めちゃくちゃいいですね。もう家瓶だらけだよ。足の踏み場がないよ。台所困っちゃってるよ、瓶だらけ。いや地震あったら俺大変だよ。大きい地震あったらうち大変な匂いがすると思う。みんな迷惑かけるかも。下の人に梅干しの汁って。めっちゃつけてます。すごいですね。体にもいいし、らっきょめっちゃつけてるだから。うまいっすかやっぱ自家製。うまいね。徐々に上手になってってるね。自分好みの味になってって、もうちょっと甘い方がいいなとか、あ今年酸っぱかったなとか。あんま言わないんだけど、そうですね、あんまり情報言わないんだけど。はい、いいですね。いいですねじゃない。いやいや本当になんかつけてないの。いやつけてないですね。大体の人つけてないです。お前後で思い出しても言わせないぞお前。あとは俺あれつけてましたって言っても知らないぞ。焼酎にハブつけてますって言うとそれもうダメなんだから。いや今もうつけてなかったの後悔してます今。こんなこともあるんだから。何でもつけなきゃ。初めて言われた。何つけてんのがあるんだなっていうね。そう驚いた。お前なんかつけてる。それ諦めようぜもう。そんなのできたらもう難しいですよね。諦めようよ。何とこつけてるってきたらもう無理だわ。つけてないな。出るかもしれないじゃん。なんかつけてる芸人。なんかつけてる芸人に備えるのしんどいわ。でもいいな。いやなんかつけるの楽しいよ。ああ楽しそうですね。もうだからそろそろあれだから、梅干しの梅の黄色く熟した完熟梅がそろそろ出ますから、梅雨前に。ちょっとお店にも並んでますもんね今梅ね。今だからまだ青い梅ね、うん、だから黄色いもう勾配がもうちょっとしたら出てきますんで、勾配ちょっと熟したやつね黄色くね、あれをだから1ヶ月ぐらいつけるのよ、梅雨明けるぐらいまで、うん、で梅雨明けたぐらいに干すのよ。梅雨の間ぐらいをずっと1ヶ月ぐらいしっかりつけといて、うん、梅雨明けと梅雨明け情報、うん、あったお夏だねっていう頃に全部干して、そうなん3日ぐらい干してそうやって乾燥。いいっすね、なんか季節感じられて。確かにぜひいいっすね、有吉ランド漬物の話で終わらせてしまいました。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.je/dreamer Sunday Night Dreamer。 やっぱそうだわ。ラジオの黒髪乙女論争 FM 石川。ゼルダに出てくる祠の名前は京都の地名のアナグラムになってるらしく、祠とモチーフになっている町の位置関係が同じ。すげえ、すごい。京都の人は有利だな。しんすけさんとか強そうだな。やってれば神岡さんゼルダ土地勘でやれるのすごいな。そっちの上の市場な治療あるのポント町のとこやないか。やってれば神岡さんマジですか。一緒にいるじゃないですか。あれやそれや。同席してるじゃん。なんで3人でやってんだよゼルダ。さんと一緒に。なんていや仲いいけどいいことですけど。一人でやるゲームですよ。そうだよな。そうっすよ。続いてこちらタモリクラブ。40年間続いたタモリクラブに敬意を表してスタートしておりますこのコーナー。もうこちらがタモリクラブでございます。あちら終わりましたね。こちらがタモリクラブ。こちらはい。そうなのかな。ラジオネーム黒豆みっちゃん FM 三重。毎度おなじみルロの番組タモリクラブでございます。本日は人間万華鏡に挑戦ということなんですが、横からサムと東大王の伊沢が登場。伊沢鏡を組み合わせた中でブレイクダンスすると万華鏡のように見えるんですよ。ヘアゴムを取りブレイクダンスを始めるサム、背中や肩でくるくる回ると長く茶色の髪が乱れ遠心力で花が咲いているように、そして鏡が反射し満開に。伊沢、僕の計算ではさらに速度を出して回転するともっともっと花が咲くんですよ。さらに回転の速度を速めるとあまりの速さに服もズボンもそしてパンツも破れていく。それでもすっぱだかで回り続けるサム。するとサラサラのチンゲが遠心力で回り始め小さな花も咲いているように。伊沢、ご覧あれ、これぞチンゲ鏡でございまする。タモリ、どうでもいいけどチンゲストレートパーマかけてるよね。ラジオネームネクストドア FM 三重。今回は利き爪赤対決ということで、ゲストのお二人には鬼太郎くん、そして宮原君、林家ペイ師匠の爪垢を煎じたものを飲んで誰のものかを当てていただきます。六角精児、こういうのって普通一人は女優さんとか入ってるんじゃないですか。おっさんばっかりで嫌だな。石田ゆり子さんなんてないんですか。多分うるさいな、早く飲んで。土屋レオ、塩っ気苦味香り比べてみるとそれぞれの個性が引き立ちますね。タモリ、おお、いいコメントだね。さすが電車クラブゴールド会員。電車クラブのライバルがタモリに褒められ悔しそうに土屋を睨む六角精児。形はないですから。ラジオにも赤い月 FM 栃木。毎度おなじみルーローの番組タモリクラブでございます。山田五郎、タモさん、今日ねついにミニスカポリスが復活しますよ。この番組で復活する必要あるかね。いや、そんなこと言わずにほら来ましたよ。2人の前にミニスカポリスの格好をした武坂直政が登場。武坂、時にはパンチ、時にはキック、逮捕者やぞと言ってペニスでもっこりしたブーメランパンツをタモリに見せつける。山田五郎、どうですタモさん、金玉がはみ出ちゃってますよ。タモリ、顔と金玉どっちがまさかが区別つかないね。なんでね。ラジオネームカンパチ太郎 FM 岡山。毎度おなじみルーローの番組タモリクラブです。この前生ゴミにカラスが集まってたからカーッと叫んだらね、カラスに襲われちゃったんだよね。はい、今日のゲストはキャラメル太郎です。いやちょっとタモさん、田中義武ですよ。というかさっき滑ってましたね。いや生キャラメル作るしか能がないクソバカキャラメル人間が口出してんじゃないよ。ぶち殺すぞ。すいません、生キャラメル天が作ったんですけどいりますか。それは興味深いね。タモリのペニスがむく。よくわかんないんだよな。ラジオの赤い月 FM 栃木。空耳あわ牛若丸三郎太の勇気の印。黄色と黒は勇気の印、24時間戦えますかビジネスマン、ビジネスマン、ジャパニーズビジネスマンがこう聞こえます。チンポの海は病気の印に、24時間かゆいのですかクラミジア、クラミジア、ジャパニーズ性病マン。若い子にウケるのかな。ラジオネームレタスさんの FM 栃木。空耳あわ太田博美木綿のハンカチーフ。恋人よ僕は旅立つ、東へと向かう列車でがこう聞こえます。お尻の毛クソが残って不潔だと医者に言われ、華やいだ脱毛君に紹介頼み、軽く軽く勃起したよ。軽い勃起なら脱毛され出来にならないね。一言、その最後タモリさんの一言の一言コーナーじゃないから。お願いしますよ。以上。さあ有吉のサンデーナイトドリーム、お別れの時間近づいてまいりまして、西織君と宮下君は今月でラスト。はい、はい、1ヶ月ありがとうございました。ありがとうございました。いろいろなんか波乱に満ちていましたね、はい。まあ、西織君のね、はい、決勝進出という、うん、いや本当にいいタイミング出してもらいましたね、はい、ありがとうございます。発明の方もはい、ありがとうございます。ちょっとね、はい、いろいろ大変な1ヶ月でしたけど、宮下君もお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、まあね、私の誕生日会ということで、はい、うん、いろいろと期待したんですけども、特にリスナーから大したねメールが届きませんで、食パンの美味しい食べ方ばっかりしてまして、申し訳ない、怒りに満ちております。若月ね、大社長からグッズ、新しいグッズ届きましたけども、うん、今日はなし。誰にもあげない。寂しいですね。私が何ももらってないんだから皆にもあげない。来週からまた、うん、はい、まあ、来週またアシスタント変わります、うん、ラジオのマイルズ・ギャレット。西尾さん、はい、自分は食パンにコチュジャンとナムルを挟んで食べていますサムギョプサルスの食パン美味しいです。ちょっと想像できる、これは想像、まあ美味しそうよね。よくわかんないサンドイッチって多いもんね。サンドイッチって何でもある、ヘルシー系のやつもあるし、ちょっとだからこれは贅沢すぎるよな。お醤油がいいんだもんな。なーってラジオネームシグ FM 栃木、あれ西堀さん、パンの耳にケチャップつけるとフライドポテト食べてるみたいな気持ちになれますよ。提案持ってきてるじゃん。味じゃなくて気持ち。提案しないでよ。ケチャップがな高いんだよな。バンバン塗ってますよ俺。ケチャップバンバン塗って食べてる。バンバン塗って。食パンにケチャップバンバン塗って。バンバン塗って食べてるの。チーズパラパラってですよ。で焼酎ね。焼酎。木の焼酎って。ぬるいし。そんなことしないっつの。でも食べてます。ラジオネームホテイヤ、静岡 FM 西堀さん、ライ麦パンを食べて緑茶を飲むとビールの味がしますんでビールがない時は原料がな、原料で言うなよ。むちゃくちゃ言したいな。ちょっとだからインパクト的には残念だったら宮下もな、砂糖のご飯にオリーブオイルかけて食ってるね。僕のもちょっとなんか欲しかったですけどね、いろいろ。僕にも提案いろいろしていただきたかったですけど。気に入ってるじゃん。オリーブオイルが高いんだよ。まあそうですね。まああとご飯ほぼ合うっていう。そうね。ご飯を。そうな。それはちょっと。俺食パンに醤油だからさ。また次のアシスタントの時までね、しっかりなんかつけたり。あ、そうですね。まさか漬物が宿題になるとは思わなかったですけど。というわけでお相手有吉弘樹と間違わず西堀と宮下草薙宮下でした。また来週さよなら。